これね、めちゃくちゃ高いですよね。定価が7000円超えですから、ソフビが高くなった分、逆に価値が目減りしなくなってんのかもしれないですね。やっぱいいですね、このデカソフビ。やっぱこう手に持った方がね、こう、良さがわかりますね。ゴジラの息子マイナスワンって感じですね。今回紹介するのはこちら、怪獣王シリーズゴジラ2023、ゴジラマイナスワンですね。はい、いやーでかいですね。かなり離れたところから撮ってるんですけど、こちらがねムービーモンスターシリーズなんで、比較するとすごいでかいっていうのがわかると思うんですけど、でこちらは映画の公開時に劇場で先行発売されて、その後しばらく経ってから発売されてたんですけど、僕はそれをねスルーしようと思ってたんですよね、実は。っていうのもこれねめちゃくちゃ高いですよね。定価が7000円超えですから、いやった、まあね、この3歳以上のいわゆるおもちゃのソフビなわけですよね。これと同じですよね、ムービーモンスターシリーズと。こうデパートとかでおもちゃ売り場で売ってるようなソフビ。まあそれにしてはね、まあ結構クオリティ高いですけど、とはいえね、これもね3500円超えですからね。いや高くなりましたよね、ソフビ。これもシンゴジラの時はね4000円とか5000円で売ってたと思いますけどね。かなり高くなりましたよね。で僕はこういうムビモンとかこういうソフビは、まあ本格的なフィギュアが出るまでのつなぎとして買ってたんですよ。だからね、まあモンスターアーツとか、あと東方大怪獣シリーズとか買ったらこういうのは手放しちゃうって感じなんで、まあ前だったらね安かったからそんな感じで買えた、つなぎで買えたんですけど、今はねとてもじゃないけどつなぎで買うような感覚じゃないですよね。
でもね、やっぱりこれですよ。この映画ね、ゴジラマイナスワン、めちゃくちゃ感動しましたね。興奮しました。でそうなるとやっぱり大きいフィギュアも欲しくなっちゃうんですよね。今欲しいってなっちゃうから、東方大怪獣シリーズとか待ってらんないんですよね。あとこれウィングキットコレクションのね、神殿、これもね買ったんで、やっぱこれと絡ませて遊ぶにはムービーモンスターシリーズじゃちっちゃいんですよね。だからやっぱこのね、だ怪獣王シリーズで絡ませて遊びたいということでね、買っちゃいました。でもね、今ね、そのこのつなぎで買ったソフビって、前はこういうのこのサイズのやつとかはあのね、まあ1000円で売れれば御の字って感じだったんですよね。中古でもね、数百円で売るってこともあったし、捨てるよりはマシかって感じで。でもね、それが事情が変わってきてるんです最近ね。このガメラリバース、僕これモンスターズを手に入れた時、前のあのムービーモンスターシリーズのもういらないなと思って手放したんですよ、これソフビの方。そしたらね、それが3500円で落札されたんですよね。僕それビッグカメラでね、2600円のやつをポイント使って2000円で買ったから、逆に儲けちゃったって感じなんですけどね。儲けるつもりは全然なかったんですけど、だからやっぱりね、あの高くなった、ソフビが高くなった分、逆に価値が目減りしなくなってんのかもしれないですね。それはまあいい点かもしれないですね。だから僕これモンスターズ買ったらこれ手放すつもりですけど、これもまあ1000円ぐらいで出品しますけど、もしかしたら2000円とか超えてくるかもしれないですね。はい、前置きがちょっと長くなっちゃったんですけど、ちょっとね商品の方を紹介していきたいと思います。やっぱこのパッケージがかっこいいですよね、この怪獣王シリーズってやつは。いやもうこうお店で売ってる空気感がそのままね、このパッケージで味わえるというね。いいですね、後ろの絵もかっこいいですねこれ。そうね、そのお店の空気をこのパッケージで感じられるのは本当いいですね。やっぱりこのまま飾ってもいい感じですよね。はい、でこちらはここ結束バンドでね結んであるんで、これを切っていきます。はい、取り外しました。パッケージの方にはこういう穴が開いてて、まあこう底面にね、そこにこういうパーツがありました。これはね取っておいた方がいいと思います。あの結束バンドで結んであるんで、また結束バンドでね結べば元通りに固定、できるようになるんで、これは取っておいた方がいいと思いますね。あのパッケージもそうですけど、この怪獣王シリーズはやっぱこのパッケージとセットでコレクションとしての価値がねあるんじゃないかなと思います。はい、ではレビューしていきたいと思います。いやでかいですね、すごい迫力ありますね。こうサイズ収まんないんだよな、こう画面に全部収めようとすると横にしないと。いやすごい迫力、やっぱいいですねこのデカソフビ。でもこの尻尾はねこう巻いてあるんですよ。これがいいですよね、この怪獣王シリーズって。こうやっぱコンパクトに陳列するために尻尾が上上がってたりすることが多いみたいで、シンゴジラもそうだったんですよね。僕これ飾りやすくていいと思います。はい、いやーいいなー、どっしりしてますね。ちょっと詳しく見ていきますか。いやー結構やっぱ造形もいいですね。ムビモンもそうでしたけど、ちょっと顔近づけてみますか。おお、牙がね綺麗に塗られてますね。あと目もね、これおおちゃんとしてるな。傷のとこもちゃんと塗ってあるし、ああいいですね。
造形も細かいですよね。ムビモンもそうでしたけど、すごい細かい、ゴツゴツした感じね、こういうところ、爪もちゃんと塗ってありますね。いや、いいですね。ちゃんとこうドライブラシだって、こう造形が際立ってますよね。いや、いいなぁ。はい、これ足もすごいちゃんと造形してあるな。爪も塗ってありますね。お、どうなんだ、こうグラデーションかかってるわけではないのか。でもなんかこうへこんでる、造形がへこんでるから、こうグラデーションがかかってるような感じに見えますよね。いや、いいですね。手も動きます。このなんかこう手足がね、ガシガシ動くのがね、こうまたあの本格的なソフビフィギュアと違って、こういいところですよね、このおもちゃフィギュアの。背びれいいですね。塗装とかはされてないっぽいけど、このね、造形が細かいから、やっぱこう光の当て方によってこういい感じに見えますね、これ。尻尾、いやー、かっこいいっすね、やっぱ。やっぱいいわ。こう手に持ってね、見るとやっぱこうパッケージで見てる分にはあれですけど、やっぱこう手に持った方がね、こう良さが分かりますね、よりよく。いやー、で、ムビモンと比べるとこんな感じか。いや、ちっちゃムビモン、やっぱでかいっすね、すごいでかい。これミイラマイナスワンですよいやー、これ買ってよかったです、大満足です。はい、カメラの目線を下げてみました。この方がね、ちょっと対比が分かりやすいですかね。すごいですよね、このやっぱり迫力の差がすごい。これね、このムビモンと並べるとね、あれですね、ゴジラの息子マイナスワンって感じですね。でこれね、何よりこの神殿は144分の1スケールなんで、あのゴジラが34センチぐらいになるはずなんですけども、まあこれでもね、これ 24.5 ぐらいかな、25ぐらいかな、まあこれでも十分ありますよね。いい感じですね、これね。神殿をね、ゴジラの首口の中に突っ込んでね、遊んだら楽しいですね。はい、今回は怪獣王シリーズゴジラマイナスワンの紹介でした。またねー。